いや、吉田さん、ちょっと移動とかで手間がかかってますね。ご安全に移動されてください。でもね、本当そうですね。吉谷さんが言われるように、たとえ動画のアップロードを1週間やらなくても、過去の動画がね、もう1万本とかあると、何かが再生されて富をもたらしてくれてますよね。そういう意味で言うと、その店舗のオーナーの美味しいところっていうのは、自分が店にいなくてもディズニーランドに行っててもね、店舗がお金を稼いでくれるんですよね、従業員さんが。ということもありますけども、逆だったりするんですよ。多くは店舗にいる従業員さんは働いてるんだけども、固定費以上に売り上げが出ないっていうこともあって、逆にね、店舗を離れちゃうと、その逆ザヤになるっていうんですかね、マイナスがずっと出てると。でも現場の人は一生懸命働いてるっていうね。だから一生懸命のレベルってみんなバラバラなんですよ。本来予算達成っていうのが当たり前のことで、それ以下の一生懸命は無価値だっていうふうにビジネスの世界では捉えないといけないと思いますけども、でもね、人情的に手を抜いてるわけでもないんだったら責めれないよねってこともあるんですよ。だからきちんとした能力を出せる人だけが会社に残ってくれればいいんですけども、能力のある人は逆にね、会社にいると損なんで出ていくんですよ。で、能力のない人が残念ながら会社に残り続けるっていうふうな、この逆転現象が起きるんですよね。で、吉谷さんもね、私とちょっと共通のところがあって、ものすごくね、いや、わかるわみたいな。他の経営者さんもそうなんですけども、店舗のオーナーとか責任を持った社長さんっていうのはね、雇われ社長であっても、やっぱり一定のレベルで予算をクリアしないといけないんですよね。そのために自分は一生懸命やるんだけども、従業員はもう帰りましょうよ、明日にしましょうよって発想なんですよ。ね、明日を迎えていい身分ではないんですよね、予算達成しなかったら。だからブワーってやるわけですよ、吉谷さんもね、私もそうだけども。そうすると、社長がそんなことだから僕らも帰りにくいじゃないですかっていうふうなね、お前らのせいで俺が働いてんだろうみたいな感じになりますよね。でもそれも言えないし、で、教育もするけど受け取らないし、っていうか、そもそもなんでね、社員に教育しないといけないんだって話ですよね。社員っていうのは別に教育ってコストをかけなくても、自学自習して自分で予算達成のために育つ、はずなんですよ。じゃないかなと思うんですよね。だって会社に入るときに、教えてください、教育代もください、給料払いながらいろんな知らない自分に鍛えてくださいってなるのかなと思っちゃうんですよ。昔はそういう会社ばっかりだったと思いますけども、西暦2000年あたりから、自分で学ばないものはね、自分で自分を育成できない、自己育成できないものは去れというふうなね、形になっていったのかなと思いますし、私もね、管理者研修っていうのがあって、新入社員になったら、サラリーマンの時ですけどもね、サラリーマンになった時に1年目でね、もうすでに部下の指導育成っていうのを教育の中であるんですよ。で、1年経ったらもうね、自分の部下ができる、後輩ができるから、それをどのぐらいのレベルにできるかっていうのが仕事になるよっていうふうに最初教わったんですよ。だから1年目は、先輩社員とか上司の方が自分をどのぐらい鍛えさすかが、その人のミッションなんだって教わるんで、自分の上司や先輩が厳しいのは、自分を育ててくれてんだなと。自分が育つことによって、今の先輩や上司のポジションに自分が来年ついて、で、そのポジションにいた先輩や上司が、その先輩や上司のポジションにつくって形で、会社が1段階ガサッと上がるのが1年だったって思えるんですよね。だからぶら下がり社員って言って、会社の成長にぶら下がって、なんかいいとこに上げてくださいよみたいな人は、どんどん落としますとかね、どんどん辞めさせますみたいなね。だからそれが私のね、最初に、受けた教育だったですよね。本当にその通りだなと思いました。結局会社の成長についていけない人は単なるお荷物なんで、いなくなった方がいいし、でも会社を成長させる原動力になってる人っていうのは、どんどんね、給料を放り込んで、もっともっとやる気になってもらった方がいいしみたいなとこだったんですよ。本当にはっきりした下克上の会社でしたね、私がいたのは。で、おかげさんでね、やっぱもうあれからしばらくして上場するという、で、上場と同時に私は辞めるみたいなね もうそんな形でしたけども。だからね、なんかね、面白かったですね、一言で言うと。自分が育つ、それと同じぐらい他の人も育っていって、その合計値が会社の成長になっているっていう、ごく当たり前のことなんですけどね。だからサボる人がいたら、この頑張ってる人同士で、やっぱりなんか何がしかのね、そのいじめではないんですけども、分別が始まりますね。だから焦って勉強するっていうのもあって、なんか社員全員で社外試験受けに行くんですよ。それこそなんか30人単位でわーっと受けに行ったら、試験会場みんな知り合いみたいなね
でやっぱり合格発表がある時に、まあ、半分以上はね通るんですよ。みんなむちゃくちゃ勉強するんで。でも落ちた4割ぐらいの人はもう悔しくてしょうがないんですよね。でそれから現場の勤務に入ると、通った人と落ちた人とのこのカースト制度が始まるんですよ。それはね心理的なカースト制度で、多分落ちた人はずっとねもう卑屈になっていって、絶対次は通るぜみたいなエネルギーになるし、通った人は新しい試験に向かっていくしね。でそうなると会社の中で無言の競争がむちゃくちゃ起きるわけですよ。で競争に敗れた人っていうのは会社を去るしかなくなってくるみたいなこともあるし、あとはねすごく面白いのが有害社員って言って、自分は出世とかね資格とか全然望みません、ずっと平でいいですっていう人もそういうポジションを上げるんですよ。会社としては悲惨なのは、頑張ろうとして結果が出ないちょっとね不器用な方っていうのは出ていかざるを得なくなっちゃうんですよね。というのがね、もう進化成長も求めないでも会社にいますっていう人はそれなりに使い勝手がいいんですよ、うん、どんな小さい仕事とかどんな雑務でもちゃんとやってくれるんで、しかも本人もそれを承知なんでね。だからなんか使えない人っていうね、そういうふうな、はい、あの役回りがあるんですよ。使えない人っていう役割が、ちょっとこれを言うとね会社の名誉に傷がつくんで、はっきりとしたことは言いませんけども、そういう使えない人っていうのが30年選手とかでいるんですよ。でそういうのが私の部下についたりとかしてね、何がいいかっていうと、長年の会社の経験とかしきたりとか、誰がどういう人だってことを作業しながら雑談の中で教えてくれるんですよね。それがどう役に立つかっていうと、自分が出世するときにいろんな方との人間関係、会ったこともない人の情報がすでにあるわけなんで、だからねコミュニケーションすごく円滑になるんですよ、まあ、そうなるとそういうふうに終わった人みたいな人もだんだん役に立っていって、あ何々さんの30年選手のおかげで、ね、自分がねどんどん昇進したから、ちょっとずっとそばにいてほしいなって形で引き上げてサブになるみたいなこともあるんですよね。だからねダメな人はダメな人なりにダメルートっていうのを引けるんですよ。これ面白いなと思いましたね。だから結局会社っていうのは適材適所がものすごくうまくいってて、成長を望まない人でも、うん、なんとなくね雑談相手で役に立てばその人に引き上げてもらうルートっていうね、いわゆる派閥ってものが必ずあるんですよね。で私はその中の、まあ、一つの派閥の中のリーダーだったわけなんですけども、その派閥ぐーっとね押し上げていきながらいきなり辞めるみたいなね。そうすると私についていた派閥のその軍団っていうのは、私がいきなりいなくなったんで他の派閥にね組み入れられるというね、ちょっと気の毒なそんなことがありましたけどもね。いやなんかこうやって振り返ってみると面白いですね。でねやっぱり言えることっていうのは、そういうふうに誰かにくっついていくとそのリーダーがいきなりいなくなるってこともありえるんですよ、うん、でこれはね借金をして逃げられたって問題と結構似てるんですけども、借金をして例えば100万円貸してその人に逃げられましたってことは、自分についた値段がその人から見ると100万円がいいとこだったってことなんですよ、ね。まあ、例えば私が誰かに100万円貸しました、その人が逃げましたって言ったら、私は100万円ぐらいの価値だと思われたんで逃げられたんですよ。でもその100万円を絶対に返さないと、この久保さんからねこれから1000万1億の価値を引き出せないと思ったら死んでも返すんですよ。その人は返せないまでも、いや100万円は返せないけど今ね3000しかないんだけども、なんとかこれで待ってもらえませんかっていうね、そこまで行くんですよね。そうなんですよ、100万円丸々返せなくても一部を返すことによって自分の誠意を見せることができますんで、でそういったところに、まあなんていうか私もね全額返せないんだったら100円は返せないのかみたいなことを普段から言ってるわけなんですよね。それも私のね教育なんですよね。なんかね、まあいろいろと申し上げましたけどね。あ、そうだそうだ、今はもうなくなりましたけども、そのね高額塾を販売してるとこんなことがあるんですよ。いやー塾に入りたいんだけどお金がないんですと、なんとかタダで入る方法はないんですかみたいなことでね来るんですよ。ドリアカでもそういうのはないですかね、そういうねお問い合わせは。今はもう私は全くなくなりましたけど、そういうのがね。ただねそういう時に私こういうふうに答えたんですよ。わかりましたと、速稼塾は現在、まあ、その時ね19万8000円で、19万8000円って大変ですよね、お金がないのはわかりましたけども、じゃあいくらだったら出せます、10万だったらありますか、5万だったらありますか、3万でしょうかっていうふうに聞くようにしたんですよ。そうするとその方は、いや本当にお金がないんで全然ダメなんですよって言ったら、じゃあ3回だけランチを抜いて1500円作ってこれますかって聞くんですよね。3回ランチを抜いてね500円で、それでお金がないって言うんだったら、あなたはどっちにしてももううまくいかないよって形でそのままさよならするんですよ。でもやっぱり中にはね19万8000円の速稼塾に入れないけども3回ランチを抜いて今日はね1500円作ってきましたって人がたまに出てくるんですよ。私はね話の分かるやつだなと思って、そういう人大好きなんですよね。まあ頑張って
くれないですけどね、そういう人はね、結局ね。ということでね、ちょっと昔話の回でございました。今回は人生振り返って、人生航路の街にしておきましょうか。72話でございました。ありがとうございます。